ヤナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは、機動戦士ガンダムのマイクロウォーズ2、こちらの方のセットを一通り一応見ていただきたいと思います。はい、中身を開けた状態のものでございます。ここの紹介をまた、改めてさせていただきます。一通り、今開けた状態が中身何なのか見ていただいております。最初が、ナンバー1が陸戦型ガンダムですね。こちらの、まあ、量産型とも言いましょうか。それほど数はねあるわけではないんですけど、普通の RX78 に比べると量産的な形のガンダムになっています。シールはやっぱり足元ね、この足のちょっと今ちょっと白いの軽く見えたりしますけど、これを貼るのがちょっと大変だったのと、あと額、下のこの、マークの部分と下半身の部分と、あと額のこのグリーンですね、ちょっと剥がれそうですけど、このシールをつけるのがちょっと大変でした。組み立てるのは結構簡単ですね。こちらがジムです。ジムは量産型ガンダムみたいな形のものですけども、これは額だけですね、ちょっと困ったのは。あとは足も同じね、足もやっぱし、ギリギリつけるのはちょっと大変だったぐらいですね。組み立てはとても簡単です。ホバートラックとパイロットですね、パイロットが3つついてます。ですね、こちらはシールがなかったのですが、パイロットが細かいので紛失が、ちょっと危ないですね、気をつけてください。パイロットはもうホバートラックの中、そして、こちら陸戦型ガンダムの中、この中に入れて紛失を防いでおります。そしてグフですね、グフも足元が大変な、ちょっと シードルですね、もちシールド、これをつけるのはちょっと分からなかったんですけど、組み立ていくと、結構分かるようになります。ガンダムを好きな方でしたら分かると思います。どうしても分からなかったら箱を分解してください、必ず書いてますので。最後ですね、こちらのキュウイとジオン軍パイロット、こちらの方がパイロットがですね、一つがヘルメットをして、あとがヘルメット、顔がちゃんと出てるものが2台、全部で3体持っているものになります。こちらもパイロットは紛失するといけないので1人操縦させて、もう1体はグフの中、そしてもう1つ、紛失するといけないのでとりあえずジムの中に入れてます。まあ、ざーっとでありますが、まずは今こんな感じで揃いました。あとはこちらのキュウイやホバートラック、そしてジムなんか複数買いましたので、買った感じのものでここに紹介していきたいと思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。